トラマンファイティングエボリューション3。SRC 宇宙センターに現れ、宇宙輸送ロケットコスモノアを破壊しようとするウルトラマンジャスティス。ウルトラマンコスモスはコスモノアを守るためジャスティスの前に立ちはだかった。惑星破壊兵器ギガエンドラによる48時間後の人類抹消を告げ、ジャスティスは消えた。世界各地に破壊ロボットグローカーボーンが現れ、人類は滅亡の危機に立たされた。圧倒的な破壊活動を続けるグローカービショップ。コスモスはジャスティスとの戦いの疲れが癒えぬままグローカービショップの前に立った。
助けに、なんとウルトラマンジャスティスが現れた。コスモスが捨て身で訴えた希望、それを信じてジャスティスは人類のために立ち上がったのだ。ミッション成功。